やめろ、やめてくれ、お願いだ。私は思った。これは罰なんだって。誰かの言いなりになって多くの人たちを騙したことへの罰じゃない。人の役に立てていると自分に言い聞かせ、自分に嘘をつき続けたことへの罰なんだ。巨人だ！逃げろ！再び目を覚ますと、そこには自由が広がっていた。仮に運命ってやつがあるなら、その気まぐれさに笑うしかなかった。でもその時、私は誓ったんだ。もう嘘をつくのは終わりだ。もう二度と自分には嘘をつかない。自分に正直に生きようって。それで結局どうなったのだ？クリスタレンズという名を与えられ、訓練地獄になったそうだ。哀れだな。どうせなら生まれてこなければよかったろうに。あ、そりゃ俺のことか。おいおい、俺は別に。そうして。なあお前、いいことしようとしてるだろ。お前と出会ったんだ。私にはすぐに分かった。お前も私と同じで、自分に嘘をついて。心臓を捧げよう。必死に何かを言い聞かせようとしているやつなんだって。でもな、クリスタ、だからって分かってくれとは言わない。ただ最後にもう一度だけ自分に正直にならせてくれ。